はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、とつて明日はメンテビになりますので、まずは今日最終日のガチャだったりイベントがあるので、やり忘れがないか一緒に見ていきましょう。はい、まずは MR 上泉信綱が今回再販されていましたが、まあ信綱ちゃんに関してはまずスキル1で敵6名範囲に対して攻撃力ベース防御無視攻撃ができるんですが、リリースされた後攻撃力ベース防御無視攻撃で範囲に対して火力が出せるキャラクターまあだいぶ増えてしまったので、はい、ここら辺の上位軍からは2段3段落ちるような位置づけになっちゃいますね。まあ信綱ちゃんクリティカル補助がないので、クリティカル混ぜて出せれば、はい、ここら辺の脅威ちゃん並みの範囲防御無視攻撃レベルには行くんですが、どうしても単体だとこのぐらいになっちゃいますね。スキル2の方は筋力値ベース防御無視攻撃ができるんですが、その発動条件が敵の HP が 50% より低くないと発動しないということで、まさかの条件付きということで、対人戦なんかではこの部分で火力が伸びなかったりと、はい、ようなこともあるんですが、信綱ちゃんに関してはスキル2のダメージパーセントの方が自力で最高火力出そうと思ったら最大火力出そうとした場合第21位の今位置付けのキャラクターなんですが、チョコ名や検定なんかのクリティカル補助が乗っかった場合には、はい、このキャラクター自力ではクリティカルが出せない分、逆に言うとまだ伸びしろがあるってことで、はい、一気に5万パー近いダメージになり、はい、クリティカルを絡めて攻撃していった場合の信綱ちゃんの位置はこの位置で、はい、今の二次レアリティ以上の副賞の中で全体を通して第6位というようなダメパが出るようなキャラクターになっており、まあ、特にこのお膳立てがやりやすいのは対人戦というよりはボス戦ですね。はい、なんで実はボス戦の2ターンキル動画なんかも最近出しましたが、2ターンキルめちゃくちゃ強いキャラクターなんですね。上泉信綱。はい、で、まあ、戦役もまずまずなキャラクターなので、ランゼロサバーなんかで一緒に1100円縛りでプレイしてる方で、上泉信綱使いの方には、今、レベル差で負けてしまっている状態になりますね。まあ、対人戦に関しては、生後雷害じゃなくて普通の雷害だったり、スキル1、スキル2ともに防御無視攻撃を出すのに条件があったりと、なかなか報われませんが、一応得意な役割は持っているっていうような感じですね。まあ、ただ、今の時点から、急いで登用するようなキャラクターにはなっていないので、まあ、基本的にはこの後の結婚化に最後の望みをかけに行きたいですね。はい、基本見送りになります。はい、そして今回 UR アバター戦の馬体も並んでいますが、まあ、このキャラクターは敵4名に撃砕をばらまくことができるキャラクターになっており、まあ、昔であれば戦役やボスの撃砕ばらまきキャラクターとして活躍できるっていう主張があったんですが、今はちょっとカシウスがね無料で配られてしまっているので、ちょっと立ち位置的に厳しいですね。はい、で SSR の馬体の奥義に関しても二次キャラクターなんかと絡んでいたり、単純に数が少なかったりと、無課金美課金の人はそこまで積極的に狙いに行くような奥義になっていないので、はい、こちらも最終日ですが、まあ、よっぽど原稿に余裕がある人以外は残り4回後の確定絆枠の絆のちょびだめもスルーで OK かなと、はい、節約考えてる人はスルーになりますね。さあ、そして今回 UR アバター賞金新しくガチャに並んで今日最終日になりますが、いや相変わらずいいな。はい、結局ファスナー閉まりませんでしたね。ありがとうございました。はい、あと今回、仮想の集いガチャの結婚キャラクターバージョンのガチャが並んでおり、はい、こんな感じで結婚可能なキャラクターのガチャがラインナップに並んでるんですが、いや、なんといっても今回テーフが来ているということで、はい、このまま参加するボタンを押せば、各結婚キャラクターの結婚まで持っていくことができる形になってます。で、まあもうこのテーフに関しては、まあ最近対人戦の動画もアップしたばっかりで、記憶にも新しいと思いますが、まあもう対人戦でローコストで運用するにあたっては、最強クラスのぶっ壊れキャラクターだと、はい、いうぐらい、UR アバター戦と結婚かまでしかまだしてないんですが、今の MR 環境にもドササリして、まあ、アウグスだったり陽線だとか、まあ、様々な MR キャラクターをローコストで刺しに行くことができるキャラクターになってます。はい、でしかもこの今回結婚キャラクターのガチャに関してはなんと仮想の集いの参加券使えるんですよね。これはめちゃくちゃありがたい。これランゼロサバで当該用に今参加券貯めてたんですが、ちょっと今回ランゼロサバでも当該じゃなくてマスミの心を使う当てが特になく、まあ、将来的にはテーフに使おうかなと思っているので、はい、今日最終日ですがちょっと参加券使ってガチャ回しちゃおうかなと思ってます。はい、突然回していきますか。はい、でまあどこまで回すかっていうと、はい、最初のこの10連と、はい、もう一回10連やって、はい、そうするとここに25連目のところで必ず幸運券が落ちるようになってるので、はい、この幸運券までゲットして、で残り4回ですね。はい、今回はここまででストップしておきたいと思います。はい、必ず25連目に幸運券が出るので、まあ、それを利用して2倍絆を貯めていく作戦でやっていきたいと思います。なんとなくこの花嫁ガチャシリーズ化しそうなんで、また来たら同じようにちょっとずつ絆集めていくスタイルでやっていこうかなと。なんでまたスゴロクイベント来てほしいですね。参加券めっちゃもらえるんで。はい、突然更新情報を見ていきましょう。まずは百花美人にユキンが登場ということで、はい、今当該並んでるんですが、はい、当該の次本来は義援カンネって来るはずなんですが、飛ばしてきましたね。でユキンが来ると、はい、ことでちょっと
と百科美人ガチャの周期が変わろうとしてるのか、それともラインナップ自体が変わろうとしてるのか、はたまたたまたまケアレスミスなのか分かりませんが、いやちょっと不穏な動き見せてきましたね百科美人ガチャ。はい、なんでちょっと今回は次回の雨金というよりも、まあ、こっちの当該ですね、2時間まですればスキル2で本校というボスに対して最強クラスにダメージが出せるバフを自身につけることができるキャラクターになってるので、ちょっと絆急いだ方がもしかしたらいいかもしれませんね。まあ原宝を使って投与はさすがにもったいないんで、高級ガチャ券に余裕があれば。はい、で今回来る雨金に関しては SSR2 体で解放できる防御系の奥義と、今のラキスターラインナップに来ていた SSR の副将だけで構成されている防御力 10% と HP 最大回復率という毎ターン HP が自動回復していくステータスが上がる奥義に絡んでおり、はい、まずお手軽でなおかつなかなか効果の高い奥義に絡んでおり、はい、スキル的にも敵3名に箱をつけて防御力を落とすことができる、まあ、露伴がいないようなサバでの中盤ぐらいまでのボス戦なんかでは少しありがたいデバフを持っているキャラクターなので、まあ、ただ SSR の段階ではミスったらつけられないのでそこは注意が必要ですが、まあ、SSR のキャラクターでは数少ない箱キャラクターということで、まあ、スキルも優秀と、はい、ことで、まあ、ウキンは百科美人ラインナップに並ぶこの13体の中でも S ランクという感じで、まあ、絆ちょびダメできるタイミングであれば高級ガチャ券放出していって絆ために行きたいキャラクターの一人になりますね。いや、カンネーと券飛ばされちゃったんで、この二人もねなかなかランク高かったんですが、いや今後どうなるんですかね。これまた次回様子見したいとこですね。心配な人はウキン奥義的に優秀なんで、原宝ではなく高級ガチャ券に余裕があれば絆集めきっちゃってもいいかもしれませんね、余裕があれば。さあ、そして課金イベント、はい、今回はおっと全くないで、得点の方を見ても特にこっから先1週間残るような得点もないので、あれもしかして明日平和か。ちょっと見ていきますか。はい、幸運ギフト、はい、幸運ギフト来ますね。はい、幸運ギフトは120円で1週間で合計350元宝と2時間高速戦闘券が7枚、はい、そして高級ガチャ券が7枚もらえるということで、まあ、課金イベントの中で同じく高級ガチャ券がもらえるイベント、これだけあるんですが、高級ガチャ券を含むそれぞれの課金イベントの課金効率は幸運ギフトが1円あたり 15.75 元宝の価値ということで、他の高級ガチャ券がゲットできる課金イベントと比べて圧倒的に課金効率がいいことがわかると思います。はい、で幸運ギフトに関しては高級ガチャ券なんかのアイテムの課金効率を抜きにして単純に元宝だけ目当てで課金するにしても、安定供給されている月ギフト、ハッピーギフトに次ぐ第3位の課金効率の良いイベントになっていて、はい、単純に元宝目当てだけでもお得な課金イベントになっているので、はい、高級ガチャ券に関してはこの百科美人ガチャの SSR 副賞がもらえる限定ガチャか、はい、下の高級ガチャですねで使用することができるので、まあ、特にこの限定ガチャで欲しいSSR の副賞がいる人は幸運ギフトの課金をしておいた方がいいですね。はやと120円と幸運ギフトは安くなっているので、こういった軍令なんかの980円の課金イベントなんかでギリギリ1000円課金に届かないような課金イベントっていうのは、放置少女では課金した額の半分の元宝を購入した扱いになるので、980円の課金だと490元宝分課金したことになって、ギリギリここの累計チャージの500元宝を購入するに届かないんですね。はい、なんで、まあ、そういった980円課金の課金イベントにプラス今回の幸運ギフトの120円課金を追加することで、まあ若干キリは良くないですが累計500元宝チャージに届かせるというような調整用に使うこともできるので、はい、月ギフトか軍令とか、まあ、週間基金みたいな980円でめちゃくちゃ課金効率のいいお得なイベントがあるので、これに合わせて幸運ギフトも購入するのが、はい、累計チャージまで含めた場合にお得に購入できるのでおすすめですね。はい、そしてラキスター、はい、ラキスター上杉謙信炎章総妃ネネが登場ということで、待って、こっちもおかしくなってますね。はい、今ラキスターコーソンさんたちが今日最終日で並んでいるんで、はい、いつもの順番だったらこの次東卓副古豪龍禅検定、まあ、検定ちゃん含むありがたきラキスターが来るんですが、はい、二枠飛ばしての上杉謙信ゾーンに入ってきたってことで、はい、これちょっと過去を遡ってみたら去年の8月にも全く同じくコーソンさんの後この2枠飛ばして上杉謙信っていう流れあったんで、もしかしたらラキスター周期がこの11の周期じゃなくて、たまにこのコーソンさんから上杉謙信みたいな飛ばすパターンの周期も含めたもう少し大枠の周期があるかもしれませんね。はい、いよいよわけが分からなくなってきましたが、まあ、上杉来るのは結構嬉しい人は多いんじゃないでしょうか。はい、取得優先順位としてはまず第1位は、はい、今回のラインナップではもう上杉謙信がダントツですね。大きい的にもラキスタラインナップで解放できる、はい、こちらの HP 上限 9% と今期値が上がる奥義があったり、まあ、なんといっても猛角と組んだ防御力レベル ×30 とダメージ反射 8% が上がる奥義が
超絶優秀な奥義になっており、これは全プレイヤーが取りに行きたい奥義ですね。でスキル的にも、まあ、UR の時点では援護挑発オア狂乱っていうような形になってますが、二次化すると援護挑発と狂乱同時に発動させることができるようになるので、まあ、最近ではちょっと組むのが難しくなってきましたが、ボス戦突破で美化金なんかでもガンガン進めることができるコブループという裏技に近い攻略の仕方に絡んでくるキャラクターのうちの一人になっており、スキル的にも二次化した場合に大化けするキャラクターで、ボス戦だけでなく一般戦闘なんかでもスキル1で狂乱化できることで攻撃が必中化し、一般戦闘なんかでよくある攻撃をミスりまくってしまって経験値効率が落ちてしまうみたいな心配もないキャラクターで、まあ今戦役なんかも二次化まで持っていけばパフォーマンスナンバーワンのキャラクターになっているので、まあもう文句なしの第1位。はい、そして今回第2位がこの炎章ですね。はい、炎章に関しては SSR2 体と組んだ防御力の奥義だったり防御貫通と HP 吸収の奥義等々、かなりお手軽に炎章さえゲットしてしまえば解放しやすい奥義になっているので、まあちょっとリクソンっていうキャラクターだったり顔料分集が割とレアなので、まあリクソンに関しては今、はい、この人気総選挙のここの SSR の箱の中に入ってますね。はい、という意味では割と解放の目処も立てやすい奥義になっていて今の流れにも合ってますね。はい、その他ラッキースターラインナップの UR3 体と SSR1 体で組んだ、まあ、知力や敏捷値なんかが上がる奥義があるので、妖雪やリコなんかを使っている人はここら辺の奥義も取りに行きたいですね。はい、そして第3位は総比と、ああいう感じでまあラキスタに並ぶキャラクターだけで構成された奥義があるんですが、4体と4体でしかも龍禅みたいな取得優先順位が遅めのキャラクターが絡んでいたり、はい、同じくラキスタラインナップに並ぶ4体、あとは SSR1 体の送信と組んだ体力奥義なんかがありますが、ちょっと効果幅が小さいので、はい、総合的に炎章より優先順位1段下がるかなということで第3位になりました。はい、そしてネネに関しては第4位ということで、まあ、虹に絡んでおり解放が難しい奥義しか持っていないので今回は最下位と。はい、そしてまたラキスタラインナップの出現の順番がおかしくなってきているので今後どうなるか見ていかないとですね。あ、ネネ科の部分は治ってますね。さあ、そして期間限定割引宝くじ、はい、今回は島津義弘。はい、ということで期間限定の割引宝くじというのは、まあ、一昔前に販売されていた12次キャラクターを常に2割引きのガチャで回して安くゲットできますよというようなガチャになっていますが、はい、今回島津義弘ということでスキル1で範囲に対して撃砕をばらまいていくキャラクターですね。はい、これも今カッシウスが無料でゲットできる時代になっちゃったので、まあ、いくら割引とはいえ積極的に取りに行くような感じではなくなってしまいましたね。はい、重課金以上の奥義収集目的のキャラクターというような位置づけに今はなってます。さあ、そしておっと、あ、UR 戦、いや、なんかこの感じ久しぶりだな。はい、掃除の日泡が多すぎませんか。もうすぐ約束の時間ですよ。各紙はまだ女子力の高い一面を見せようとしています。まだって言い方。はい、ということでちょっと見に行きますか。いや、どんな状況。いや、これどう見ても全裸にジャージ1枚ですよね。その状況からこの規模のがっつりめの掃除やり始めますか普通で。なんかゴーストって書いてある洗剤使ってますが、ちょっと待って、これなんだこいつ。え、気のせいかな。ちょっと人玉くんに見える。いや、猫か。ひとたまくんだったら確かにゴーストですもんね。いや、どっちだろう。あ、でも猫かなこれ。まあ、とりあえずなんか頑固な汚れ落としてくれそうんで、猫いんな。みんな猫飼ってんな、放置少女のキャラ。いや、しかもちょっと好きなタイプの猫ちゃん。まだちょっと子猫感ありますね。動いてほしいけど、この感じまた背景なんでしょうね。いや、可愛い。あ、そういう意味ではこいつ猫か。ちょっとニャンコ大戦争の1000コストぐらいの猫に見えてきました。隠しちゃんといえば OL 化で社員証を谷間に挟むというね必殺技を見せてきましたが、はい、今回も裸エプロンならぬ裸ジャージという新しい文化を持ってきてくれました。はい、まあ、ただ今回はまだ UR アバター戦ということで MR 化までは行ってないので、まあ、一応スキルだけ明日チェックして様子見な感じになりそうですかね。さあ、そして深夜食堂。はい、館内ということで、うん、忙しくて猫の手も借りたいぐらいということで、いや、運営さんの猫好き感がすごいですね。館内の深夜食堂に関しても最近出てきたばかりの UR ということで、まあまだ虹にすらなっていないので、はい、まあ、スキル1なんかでは敵の主力に対して虚弱をつけに行くことができたりしますが、これも罪悪状態とかではなく普通のデバフになるので、まあ、今の環境にはまだまだスキル性能的に遠いかなというような感じで、はい、低下してあげられませんね。さあ、そして週刊基金。はい、週刊基金に関しては980円で、まあ、原宝だったり覚醒丹、あとは高級育成丹やコピーの裏紙なんかがもらえるんですが、はい、合計としては980円で2600元宝と覚醒丹は30個と、まあ、実は覚醒丹あんまりもらえないイベントになっており、まあ、代わりに裏紙は高級丹がもらえるという形になっていて、週刊基金に関しては覚醒丹目当てというよりはこっちの覚醒丹なんかのアイテム抜きの元宝目当てでの購入っていう意味での課金効率が1円あたり 2.65 元宝となっており、はい、よく安定供給されている月ギフだったりハッピーギフト、幸運ギフトや軍令なんかに次ぐ安定供給されている課金イベントの中では第5位のお得な課金イベントになっているので、まあ、元宝も欲しいし覚醒丹もちょっと欲しいっていう人におすすめ
目度の高いイベントになってますね。さあ、そして初心者割引、はい、全サーバー向けに初心者割引の内容を変更させていただきます。更新後のギフトパックの内容は以下の通りですということで、 UR セレクトがまずあって、確か1万2000円だったと思います。でここら辺の経過や名古屋金継ぐ装飾や聴覚流氷なんかがもらえると、まあ名古屋金継ぐ無料で配布されたばっかりなんであまり魅力的ではないですね。はい、そして久しぶりにここら辺来ますね。まあ去年もこの時期に1回来た初心者割引のタイミングでしか来ない課金イベントたくさんあるんで、足早に言っていくと、まずこの瞑想蒸気ってやつが120円ですね。で原宝60と5時間高速戦闘券2枚分なんで、はい、よく来る課金イベントの節案ケースと、まあ、同じような課金イベントですね。はい、で合法来楽に関してはこちらは370円で180元宝と宝石券100枚ということで、はい、これも、はい、よく来る課金イベントの肥沃連理の方が課金効率、同じ宝石券を集める場合にはかなり良くなってるので、まあこっちでいいかなと。はい、でこの移住移行というコピー用紙売ってるやつは3680円ですね。で同じくこの書士貫徹も用紙売ってますが、こちらは1万1000円で、どちらも課金効率1円あたり1元宝を切るような課金効率になっちゃってるんで、はい、課金効率的にもおすすめ度は低いし、まあ訓練書をお金払って買う人なかなかいないと思うので、まあ基本スルー案件ですね。で気になるのはこの覚醒炭がもらえる3680円の遺金承継だったり1万2000円の幸運移住ですが、はい、こちらに関しても幸運移住の方が1円あたり 1.03 元宝の価値で、遺金承継の方は若干上がって1円あたり 1.30 元宝の価値というような課金効率ですが、まあ覚醒炭集めには軍令ってイベントがあるんで、まああと最近ではね、日月の輝きなんかでも覚醒炭集められるようになっていて、こっちの方が課金効率上になるので、まあここら辺手出すのは初心者の人っていうよりは超ハイ課金で、常に覚醒炭だったり副将訓練書までも足りなくなってしまうような、来るキャラ来るキャラ覚醒プラス7にするようなプレイヤーぐらいですかね。まあいつもの課金イベントに参加している人はそっちでいいかなというような感じになります。はい、ということで、あとはスキル説明文の調整があるぐらいで、あ、今回 MR なしですね。はい、なんで明日の目玉はこっちの隠しになるので、はい、明日メンテ開けたら軽く見ていきますか。まあなかなかない機会なんで、もしかしたら動画投稿自体お休みさせていただくかもしれませんが、いや一応テケテケ動画出しとけっていう人はグッドボタンを押してもらえれば元気が出ますので、グッドボタンの方よろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、それでは。おっす。